町田ゼルビア、まさかの〇〇補強を正式発表。今季 J1 に初昇格した FC 町田ゼルビアが、かつて FC 東京の強化部長を長く務め、今月下旬に J2 ファジアーノ岡山の代表取締役を退任した鈴木則彦氏65をフロントに招聘したことが、29日までに分かった。関係者によると、町田がクラブとして東京都でのプレゼンスを高めていく中で、都内に幅広いパイプを持つ鈴木氏の手腕に期待、クラブ運営におけるアドバイザー的な役割を任せる方針だという。これまた、すげえ補強、まだまだ働ける人、また加速していくやつか。チェアマンが頭の上がらない方を迎え入れるとは町田すごいな。もう何人岡山から引き抜くんだよ、勘弁してほしい。町田の補強、町田から世界へ、東京へ、が前進しているような。ゼルビアを買ったタイミングや名称変更の提案した経緯からしても藤田さんはやっぱり国立をホームにしたいのでしょう。町田氏は東京都だけれども行く人はあまりいない。移れば巨大なファンベースを獲得できるし、あらゆる面で今の不便さを改善できる。町田ゼルビアのクラブ発展は急ピッチに進められている。もともとゼルビアの強化部長とのつながりかもしれないが、有能な方を引っ張ってきました。ゼルビアの J1 トップチームリーグ戦優勝、アジア進出もそう遠くない。J リーグでバイエルンやってるわ。